大木町三条佐根なるは、江戸時代後期から明治期にかけての苦行、政治家、若交換志向。県中納言、大木町三条佐根吉の子。かには、十一位、県大納言。維新後、改名して、佐賀佐根なる。文政五年に助諭。以降、累進して、自重、右小野江県少右の県中将、右小野江県中神新生イン別当、公平指示官。 海江ガ年に、十三味三儀となって苦行に列する。丹波ゴンモ県中納言、東家節江外弁、江門、ただしなどを歴任した。安政二年の公明天皇選考の際、馬沿い六名、舎襟二名、福舎襟一名、増式六名、巨外一名、笠一名を従い手くぶしている。安政五年、江戸幕府が朝廷に対して通商条約締結の直挙を求めた際、 帝審八十八教の一人として反対論を展開した。これによって、伊伊直助による安政の大国に連座する。安政六年、県大納言。万円元年に偽装、文久二年に国事御用係に就任。しかし、薩摩藩の主導する後部合体運動を支持して、公開延略策に賛同したため、尊老上位派の志士から敵視された結果、 翌文久三年に失脚する。同年の8月18日の政変で朝廷に復帰した後は、薩摩藩に接触して、東爆白行の一人として朝廷を主導した。明治元年に新政府の議定、同二年には行部教に就任。その後も内国事務総督、京部教等などを歴任した。明治三年十二月、加盟を佐賀に改正。明治十三年、 吟意当局実大受賞。明治16年には、しげるぐう少子内親王、民宮、義人親王の御用係を拝命した。明治21年、11位。明治42年、90歳で皇居。佐賀サネナルに関するカテゴリー。ありがとうございます。